忘れられた大事件と言ってもいいと思うんです。リアルタイムでたくさんの情報番組出ていまして、これやってたんです。もう連日のようにやっておりまして、専門家呼んだりいろんな憶測したりしてたら、もうある日突然もうパッとこう話題が止まったんです。まあ、犯人って言いましょうかが、みんなもうマレーシアから出ちゃったんですよ。女の子だけが残されて、気の毒なことにその子たちの関わり方よくわからないまんまもう風化してしまったんです。もう突然のように終わった話題なんです。しかもそういえば最後どうなったか知らないままだったんです。正直に言いますと非常にパブリックなところでやるというのは、ある一種の自慢、見せびらかしたいっていう感じもしたんですね。大変傲慢な事件ですよね。だ北朝鮮から見るとうまくいったんです。完全犯罪ですよ、いわば。いわゆる続報っていうものの重要性なんです。僕もいろんな事件とかゴーシップも含めて、続報の方が最初より面白いんですよ。だって時間経ってゆっくりこう検証したり、いろんなディテールが入ってくるのにみんなやらないんです。それも非常にこの私は金正男も殺してないと見て考えさせられた大きいポイントです。続報忘れてはいけない。金正男殺害に関わった女性たちは本当に暗殺者だったのか。私は金正男を殺していない。ぜひ映画館で。Police said the poison used was the deadly VX nerve.Orang satu tuh kan set tuh dari Jepang, jadi dia tuh mau cari aktris untuk syuting video. Saya baru tahu sekarang ini saya baru tahu. We will investigate on our own, see whether our clients telling the truth. Mr. Chang kasih tahu katanya itu orangnya. In Malaysia, if they're found guilty, that is hanging by the neck till you're dead.人生を奪われた二人の若者の報道では明かされない真実の物語。Before I speak, the world is pink color.